朝日,ポンズさん日本人1万人がアメリカで野球を始めて、アメリカの環境で成長すればメジャーリーガーが称賛量産されると思いますか何が嫌いだと言いますか比較的、こ柄でパワーもない人種と言われるアジア人が MLB で活躍する人数が少ない一番の原因は日本の指導指導王にあると思います。武井さん、どう思いますか全然そう思いません。あの日本の指導者も指導高校もなかなかに素晴らしいものがあると思います。はい。 ただ、体の小さい人はなかなか成功しづらいだろうなと思うただ、大きい体の選手はほとんど成功してるじゃないですか。野本さんしかり、佐々木さんしかり、大谷君しかり、松井さんしかり。だから、日本の野球の技術っていうのは、しかも成功した人、ほとんどトップクラスの成績を収めてるんで、フィジカルさえあのメジャーリーガーに劣らないレベルでいけば、技術は日本人の方が高かったりするんで。 全然アメリカでやっても、アメリカでやったら逆にもっと日本人下手になるんじゃないかなと思います。アメリカで過ごした日本人の選手で大成功してる選手一人もいないじゃないですか。あの、留学してる人いっぱいいるけど、アメリカの高校大学でドラフトにかかったなんて選手一人もいないじゃないですか。ほとんどいないじゃないですか。それでレギュラー取ってバンバン活躍してるっていう人、ほとんどいないでしょでも日本で野球やって、日本で覚えて、日本で成長して、 あのメジャーリーグでトップの成績残してる人は、もう佐々木さん、一郎選手、野茂さん、ね、たくさんいるじゃない、マー君とかもそうだしさ、そういうダルビッシュ投手もそうだしさ、そういうな日本の野球の技術論とかってすごく発達してると思うんです。